皆さんこんにちは、ギャリバンゲーム TV のギャリバンです。それではデイズゴーン前回の続きからスタートで、一通りですねストーリーが落ち着いたので、今回もうちょっとで終わりそうなレオンの追跡、ここをですね、行ってみたいと思います。門を開けてあげる。 1.5 キロか。ブーザー、お前なんで起きてんだよ。眠れなくてよ。俺がトンネルで行ったことを行くのはやめろ。お前は冷静じゃない。どうぞ。あそこに行くのはフリーターを殺すためだ。ここで殺したって報酬は手に入る。ならあのチューリップは何だ。置いてあったよな、今日の朝テーブルに。あれは結婚式でサラがつけた花だろうが。それはいいか、ブーザー。とにかくお前は休んでろ。じゃあな。それにチューリップじゃない。お、修理。スクラップを使ってバイクを修理できる。ああ、これはなくも何回もやったよ。お、待って、スナイパーがいる。勘弁してくれよ。え、スナイパーどこにいる。それにチューリップじゃない。こっからまたちゃんと喋るの。いいぞ。あと1キロ。人殺しどものキャンプか。おい、マジかよ。彼のことは知ってるぞ。一掃してやる。どこ。あ、やべやべ、ここか。いたな、スナイパーが。この先か。あ、いるな。お、ここだ。何人いるんだろう。全員殺してやる。ろくでもねえ人殺しだ。そうだよ、これな。ん？いる。ヘッドショットでな。見つけた。撃たれた。またキャンプだ。片付けてやる。よし。相手の武器も取らなきゃいけないんだよな。やべやべ、スナイパーやばい。おい、スナイパーいるとは思わなかった。リロードしねえと。よし、スナイパーやんねえとな。オッケー。襲ってきてんだよ。クラフトできないかも。ケツの穴。撃たれた。オッケー。まだいるだろう。こうか。誰だ。下がる。援護。ああ、もうよしよし。一人だけだ。オッケー。なんだ。これで。よし、オッケー。楽勝だな、おい。次に人を襲うときは相手を選んだ方がいいぞ。まあ相当歯が言ってるけどな。シェルター、シェルターがあるはずだ。少し探してみるか。すごいいっぱいある。
これいっぱいなんか作れんじゃん。ラジオフリーオレゴン、真実は人を解き放つ。開拓時代に逆戻りしたい。法も秩序、過去の異物と考える奴もいる。だが俺の知る限り、ここはまだアメリカ合衆国のままだ。そしてアメリカでは所有権は侵害されないことになってる。俺たちには領土を主張し安全に維持する権利が。まあ、火が消えた。この土地を先住民から力ずくで奪ったのは確かだ。だが今俺たちを突き動かすのはその力だけだ。弱い者いじめに屈するつもりはない。政府に、立派に、野党、俺の領土に足を踏み入れる奴は容赦しない。最も強い者が生き、最も強い者が奪い、最も強い者が勝者となる。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。ったく、法と秩序は過去の遺物だって何言ってんだ。まあ今は力だけが物を言うってのは一理ある。シェルターどこだ？この辺かな。シェルターか。これは何かあるかも。あるかもね。寄り道が結構あるからな。こういうとこすごいよね。シェルター入るのちょっと楽しみ。すごく。何が入ってんだかワクワクしない？あ、これはあれでしょ、ガンボックス。お、地図だ。何何？地図だ。よし。やった。キャンプ殲滅。スタミナカクテル。マニュアルか。もらった。ここら辺にいるはずだよね、アルバレス。こいつか？こいつ燃やさなきゃいけねえんだ。こいつがアルバレスだと思うんだよな。モスか。火炎瓶で押してみる。燃えんの？お、押した。安らかに眠れ。オッケー。あ、これで終わりだ。レオン追跡は終わった。よし。ではもう一個ぐらいやれるかな。忘れはしない。サラの目標を訪れる。ちょっと待って、ストーリーいくつかあるよね。これはどこなの？遠いのかな。わ、遠いなちょっと遠いよ。今回もうちょっと近い方でやりたいな。ストーリーをちょっと見よう。これは世界の終わりはどこ？あ、世界の終わりの方が近いな。じゃあこっち行ってみるか、今日はね。じゃあそこ行って今日おしまいにしましょう。ホースレイク。オッケー。ブーザーいるか？なんだ？アルバレスを。ありがとうよ。これで安心だ。うわー、すげえとこだなこれ。おいおい、なんだよあれ。ちょっと待って、あれなんだよ。とりあえずここに入れとこう。ないか、何にも。あれなんだ。これ何入ってる？開けらんねえのかこれ。
ゾンビ見っかんのはまずいからな。うわ怖っ。あ、屋根に、うこれ相当いるだろう、ゾンビ。どこで、これか。ガス欠だな。ガスでいつも空なんだ。ガソリンか。これ中から開かねえの。開かないぞ。どっかから登ってかなきゃか。これ放送ちょっと切っとこう。前回やばいことになってたからね。嘘。上がってくんの。勘弁。勘弁勘弁。勘弁。これいいんじゃない。オッケー。よし。いやーもうなんだよこの数。バカじゃねえのか本当に。すげえ数いる。でもさこれさ、いや絶対本当のゾンビだったらさ、あのどこも行かないよねこれ。匂いで分かっちゃう。ちゃんと帰ってくるのかな。すげえな。あ、狼。すごいなあれ今の。よし、動いた。よし、これでいいぞ。くそ、引き寄せられちまう。さて何があるかな。他に何がある？なんかいろんな変な研究所みたいだな。お、あった。怖っ、声が聞こえるもん外。なんかあるぞ。ちょっと待って。これもネロのボイスレコーダーか。もう聞いてみよう。あまり聞きたくはないが。また列車が来ます。すごいスピードで。あの連中を下がらせろ。分かったな。司令部に余裕がないと伝えろ。ショベルカーがあと10台は必要だと伝えたんだ。出ないとここを閉めないから。いえ、そういう問題では。知ったことか。ポートランドのクソどもは聞きもしない。フェアウェルまでずっと渋滞してるんだぞ。もうスペースがないと伝えたんだ。しかも中央までが目から血を流してる人たちであふれ返ってる。列車が突っ込んでくるんか。うん、列車事故は当面起こらないだろうな。ネロの
注入来た。お、やった、またある。そうだな、スタミナかな今度は。よーし、できた。これってドーピングじゃないよな。ね。よし、もう逃げるしかない。戦ってちゃダメだ。隙を見て逃げる。よし、けっこ、怖え。うわー、怖かった。よし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 。いやー、抜けられた。オッケーオッケー。ここまで来ればなんとかオッケーかな。まだダメか、もうちょっと。ちょっと待ってね、地図。うん、こっちだね。ここに向かえばいいのか。ここね。え、まさかあそこ通るんじゃねえだろうな。あ、怖い。曲がもう襲われてる曲だった。よし、行こう。怖え。マジかよ。なんかない？ないか。あー、もうやばいよ。OK。大丈夫か。オッケー、なんとかなんとか。ちょっと待って、これ回復させて。痛い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 。オッケー。いやー、なんとかやったよ。はい、では皆さん、今回はここまでにしたいと思います。面白かったら高評価、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、次回はですね、このサラの墓標を訪れたいと思います。では面白かったらよろしくお願いします。チャンネル登録もね。ギャルマンでした。また会おう。ちょっとテンパってます。 You are my friend.